もネクラです。今年もあれが発売されたので早速注文して届きました。楽しみ開けていきます。よいしょ。これはツイッターでもつぶやいたんですけど、夜中にロルバーン売ってそうなサイトを巡回したら偶然見つけたので購入しました。もう持ってる人も多いかもしれない。いや、今日は落ち込むことが多くてのんびりしてたら夜になっちゃったな。ま、気にしないようにしなきゃな開けていこう。よいしょ。かわいい、じゃじゃん、かわいい。3つ届きました。同じの3冊。かわいい、ありがとういやー、めちゃくちゃいいな。全部同じものなので1冊だけ見ていきます。白押しがすごいキラッキラのメタリックっていうか、なんて言うんだろう、オーロラ加工というか、加工ではないな。すごい虹色に反射する、いいですね。かわいい、めちゃくちゃいい。ひまわりもじゃあそろそろ出るのかな。アジサイとか出てほしいよね、新デザインで。いや、めちゃくちゃかわいい。ちなみにお値段書いてないな。ルバンポケット付きメモ、東京駅 L サイズですね。めっちゃかわいい開けていこう。そう、これトリニアートっていうこのお店で買えるんですけど、電車関係のお店で、そこで他にも今後買おうと思ってるものとか、そこで買ったものを使ってやろうと思ってることがいくつかあるので、楽しみにしててください。へえ、かわいい。中身はないだろうけどかわいい。いや、これは3冊買ってよかったな。まあ、東京駅って無難に使えるからいいですよね。普通の L サイズめっちゃかわいいいいですね。本当に花火の感じが出てますね。いいね。今年はコロナで中止になるものとか多そうだけど、これは癒されるな。嬉しいいいね。今回はこんな感じかな他にも今日届いたロールバーンがあるので、またそのうち紹介していくと思います。今日はお庭で採れたミントを沸騰させたのをお風呂に入れて入浴剤にして入る予定なので楽しみ。今後の動画もお楽しみに。バイバイ。